这个人，無理無理、マサラ。スケジュール通り言ってよ。ですよね。頑張りましたね。応用会話に。週末の生活について話す。李さん、田中さん、おはようございます。楊さん、おはようございます。明日は土曜日ですね。李さん、週末はいつも何をしますか？そうですね。土曜日はよく友達と一緒にサッカーをします。日曜日はアルバイトがあります。勉強はしますか？いいえ、ほとんどしません。そうですか。田中さんは今週末にどこかへ行きますか？いいえ、どこへも行きません。寮で小説家雑誌を読みます。楊さんは？私は時々スクールバスで市内へ行きます。市内で買い物や食事をします。そうですか。私も時々行きます。みなさん、こんにちは。大家好。今天我们继续学习第四课、应用绘画二。今日も頑張りましょう。刚才田中、小李、小杨三人的聊天，大家听懂了吗？首先，一起来思考下面两个问题。一、李さんは週末にいつも何をしますか？答案是：土曜日はよく友達と一緒にサッカーをします。日曜日はアルバイトがあります。勉強はほとんどしません。2. 楊さんは時々スクールバスでどこへ行きますか？大家明白了吗？答案是楊さんは時々スクールバスで市内へ行きます。请再听一遍录音，并注意画面中出现的关键词。週末の生活について話す。李さん、田中さん、おはようございます。楊さん、おはようございます。明日は土曜日ですね。李さん、週末はいつも何をしますか？そうですね。土曜日はよく友達と一緒にサッカーをします。日曜日はアルバイトがあります。勉強はしますか？いいえ、ほとんどしません。そうですか。田中さんは今週末にどこかへ行きますか？いいえ、どこへも行きません。寮で小説家雑誌を読みます。楊さんは？私は時々スクールバスで市内へ行きます。市内で買い物や食事をします。そうですか。私も時々行きます。这些表示频率的副词，用来表示经常性的动作或情况。这几个频率副词，在表示动作发生的频率时，程度上有所不同。请大家往下看。毎日勉強します。每天学习。いつも勉強します。总是学习。よく勉強します。经常学习。時々勉強します。有时学习。あまり勉強しません。不太学习。ほとんど勉強しません。几乎不学习。全然勉強しません。完全不学习。我们再看几个句子。一、いつも7時に起きます。总是七点起床。二、時々友達とサッカーをします。有时和朋友一起踢足球。三、朝ごはんはよくパンを食べますか？いいえ、あまり食べません。早饭经常吃面包吗？不，不怎么吃。4. よく映画を見ますか？いいえ、ほとんど見ません。经常看电影吗？不，基本上不看。接下来，请大家一起来做一个关于日常生活的问卷调查。例如，田中さんは運動しますか？はい、
毎日します。陽さんは運動しますか？はい、時々します。可以在相应的田中さん、陽さん一覧、勾选上对应的选项。那么我们开始吧。1、皆さんは朝ごはんを食べますか？2、皆さんは早く寝ますか？3、皆さんはお酒を飲みますか？4、皆さんはタバコを吸いますか？5、皆さんは毎日携帯を使いますか？6、皆さんは毎日部屋の掃除をしますか？7、皆さんはよく音楽を聴きますか？8、皆さんはいつも大学内の食堂で食べますか？下面请大家看录音中出现的下面两句对话。这是小杨和田中的对话。そうですか。田中さんは今週末にどこかへ行きますか？いいえ、どこへも行きません。寮で小説や雑誌を読みます。请大家注意看，田中さんは今週末にどこかへ行きますか？再请大家对比这两句话。田中さんは今週末にどこへ行きますか？田中这个周末去哪儿？田中さんは今週末にどこかへ行きますか？我们会发现，在疑问词どこ后面加了助词か。问话的中心不在于去哪里，而是问是不是去了什么地方。所以，田中さんは今週末にどこかへ行きますか？这句话的意思可以理解为：田中，你本周末会不会去什么地方？那么回答时可以用肯定或否定来表达，比如：いいえ、どこへも行きません。表示不。我哪儿也不去。何を食べますか？要吃什么呢？何かを食べますか？要不要吃点什么？我们来试着分别做出回答吧。何を食べますか？お寿司を食べます。何かを食べますか？いいえ、何も食べません。再来看か的另外一个用法。図書館で小説か雑誌を読みます。这里的か表示二选一，意思是在图书馆看小说或杂志。大家听明白了吗？好了，本讲的知识点学习完毕，我们回到应用绘画二的原文和录音。请根据所听到的绘画录音，分别找出小李、小杨和田中三人的周末活动，并将序号分别填入下列表格。需要的话，请自行再听一遍录音。週末の生活について話す。李さん、田中さん、おはようございます。陽さん、おはようございます。明日は土曜日ですね。李さん、週末はいつも何をしますか？そうですね。土曜日はよく友達と一緒にサッカーをします。日曜日はアルバイトがあります。勉強はしますか？いいえ、ほとんどしません。そうですか。田中さんは今週末にどこかへ行きますか？いいえ、どこへも行きません。寮で小説家雑誌を読みます。陽さんは？私は時々スクールバスで市内へ行きます。市内で買い物や食事をします。そうですか。私も時々行きます。接下来、我们进入影子跟读的环节。跟着老师大声朗读吧。1、いつも6時に起きます。2、
朝ごはんはいつもパンを食べます。3. いつも李さんと一緒に勉強します。4. 毎日インターネットを使います。5. 時々夜12時まで小説を読みます。6. ほとんど漫画を読みません。7. ジュースは時々飲みます。8. コーヒーは全然飲みません。请大家用日语说说自己的周末活动吧，还可以问一问周围同学的周末生活，记得用学过的日语来表达哦。你还有想知道的作息活动表达吗？整理好并努力找到答案吧。好了，今天就到这里。それでは皆さん、日本語の勉強を頑張ってください。多听、多看、多模仿、自分を信じて、你能行。